アシュマットマイケの実際グー Vlog 月曜日、ちょっと朝起きてからもう1時間ぐらい経つんですけど、で教則動画見てます。ちょっとねこうメモ取りながら見てます。まあ動画で撮りながら見たりとかもするんですけどね、なんかこう要所要所ここ覚えておきたいみたいなのを動画で撮って、でもちょ携帯が近くにあると結構携帯触っちゃうんで、最近ノートで書いたりしてます。メルガリのこのオープンガードの教則見てます。今嫁が謎の機械で芋を作ってますっていうことで、こういうオーンって音聞こえると思うんですけど、まあその音なんで気になさらないでください。まあ朝ね教則動画見ましょう。皆さんこうやって見ることによって、まあ、まず朝起きて教則動画ちゃんと見れたっていうこの達成感、まず朝からこの達成感があるっていうのがすごい気持ち、まあ、もちろんやっぱちょっと見る前とか、ああ見なきゃみたいな気持ちもちょっとあるんですけど、でも見た後にすごいやっぱりこう新しい知識を入れれたこう達成感とかやっぱあるし、まあ、僕この昼の時間に同日の選手連やってるんで、そのこう選手連に向けた、まあ、その前にドリルもやって技術練習もするんで、そのドリルとかスパーリングに対するモチベーションも上がるし、こういい感じでね、朝からやっぱ朝だらだら過ごしたらこう選手練とか練習とかもうわマジ今日選手練かみたいな感じでちょっとやっぱこうだるくなっちゃったりするんですけど、朝こう教則とか見ることでマジでこう一日のこのなんすかね助走が完璧っすね。で、まあ、僕もね教則動画売ってるんで、まあ、ぜひ見ろ。教則動画見たら次はオンラインサロンの、解説動画やりました。海外在住されてる方のなんか農技の試合の解説をしました。オンラインサロンねこのあるんですけど、オンラインサロンあるんですけど、やばいオンラインサロンあるんですけど、あこれかこれね、オンラインサロンあるんですけど、すごいおすすめ、月額2000円で、まあこういう感じでこういう感じでテクニックとかまあいろいろ本当いろいろあるんで、2000円安いと思うんで、ぜひご参加ください。教則動画見て、仕事の連絡したら朝ごはん食べていきます。今朝の8時35分ぐらいで、まあ、12時半から練習があるんで、3時間半前これすごい大事です。やっぱこう食べるとちょっと眠くなるし、やっぱ栄養がこう吸収されてエネルギーになるのにちょっと時間かかるん で、あんまりこう練習の直前とかに食べない方がいいです。で僕のこの朝ごはん、ちょっと朝からちょっと豪華にねちょっと活かしてもらってます。すいません、ちょっとねちょっと収入も上がってきたんで、まあ、昔はね本当に米3粒とかだったんですけど、まあ、今はたっぷりのこのお米で、これが目玉焼きにこれなんか台湾の醤油、うん、とろとろ醤油、ジャンヨーガオっていう、ジャンヨーガオです、これ。そう、ジャンヨーガオです、これで、ちょっと今ちょっとお箸ちょっとこれ使ってみる。で、これ漬物、これご飯のお供にね、これも台湾のついこわ嫁がね、ちょ台湾なんで、この台湾フードを
やっぱりね、こうなんか格闘家でもなんかアスリートでもハーフとかって強いじゃないですか、その血が混じってる。そうなの。僕はまあ純日本人なんで、でもこの台湾の風土を摂取することでもはやハーフ、もはやハーフです。ちょっとなんかこう台湾人感出てますよね。やっぱ出てるかな。でもこれで強いです。でこれしっかり食べて、まあ、食べたら、まあ、ちょっと掃除とか洗濯とかちょっと畳んだり、まあ、ちょっと雑務して練習に向かいます。ちょっと体をマッサージとかほぐして、ちょっと哲学のね勉強してます。やっぱね、こういうなんか哲学ってやっぱこうなんかこう生きる指針なんですよ、僕にとって。結構こうなんかこう複雑に考えちゃって悩むじゃないですか。でもまあ一つの指針があると、でそうやってこうなんすかね、思想が、まあ、定まんないんですけど、結局は定まんないけど、なんすかね、まあその時々で、まあこうなるほどなって、こうある程度納得できるからこそ、なんかこう今やるべきことに集中できるっていうか。結構僕の中で結構哲学って大事なんですよねっていう感じで、こういうのを見てちょっとダラダラして、試合前、あ試合じゃない、練習前は止めますね。うるさい、止めるんで。これちょっと僕スピーカーで聞いてます。あとこのなんですかね、バック掛けみたいなのめっちゃ良かったっす、これ結構バック。あと部屋の掃除ね、掃除しっかりしてます。あとこれヨガマットいいっすね、一家に一台ヨガマットで、ちゃんとこうベッドメイキングもして、やっぱ部屋をね綺麗にするとね、こう精神がね整うんですよ。はい、みたいな感じで今10時なんですけど、11時半からケイトとドリルするんで、まあ、ドリル技の反復練習ですね。で12時半から選手練なんで、まあ、ちょっとコーヒー一杯とか飲みつつ、ちょっとダラダラして備えます。まだこれからケイト君とドリルします。呪術界一のイケメンと呼び声高い。遊んでますか？昨日も遊びました。毎日家でブレスオブザワイルドやってます。毎日ゼルダやってるそうなんで、ちょっとなんかね魅力的な男性だと思うんで、まあ、女性視聴者多いんで、ぜひDM 送ってあげてください。ドリル頑張ります。スパーリング7本やりました。7分6分でやる感じですね。今日のメンバーを紹介します。メンバースエル君です。三田の怪人です。結構瞳が広瀬すずばりの瞳しててとても癒されました。ありがとうございます。平沢さんですすごい、いつもおしゃれでちょっとファッション見習っていきたいと思います。よろしくお願いします。ドリル取っててメンバー紹介しました。空手で回しなきました田村です。見た目は本当にちょっと昭和のちょっとヤンキーみたいな感じ、ちょっと怖かったんですけど、すごい腰が若くて真面目な雰囲気です。
芦屋の民草です。そんなに芦屋の人とそこまでまだ仲が良くないんで、取ってでもちょっと気まずいんですけど。水曜日までいます。ありがたいです。強いんで。あとさっき紹介したやっぱり練習後もキープできてるのがすごいですね。かっこよさ。そう言ってくれるの。島さん以外にそうやって嘘かなって。結構ネガティブなんで、コメント欄でも褒めてあげてください。これ五木くんで、ピチピチの高校生、高校生です。なんかこう思春期特有の雰囲気が全然思春期終わりましたよ出てますまだ元首本当に疲労のムードメーカー的、まあ、髪の色を見たら大体わかると思うんですけどそういう本当に見たまんまの感じです大学デビューしたてって卒業したっす大学大喜利みたいなちょっとなんか獣が一人で佇んでるんですけどやっぱり三田のね有名ですけどダニーロ君です本当にセクシーですトレスクワットだけやりました。まあ週に2回やってて、まあでも週に1回は月曜やってるんですけど、あんまちゃんいっぱいはやってないですね。スクワットだけやって、あとこれで肩のリハビリやりました。まあスクワットはまずアップして、バーでアップして、40やって50やって60 2回やってで5回ずつ計4セットで、まあ夜も練習あるんで木曜結構がっつりやるんで、はい。あで体重今66ぐらいですね。ちょっとデブいっすよ。ちょっと試合が1ヶ月後にあるんで痩せていきます。昼ご飯今から銭湯行きます。今4時ぐらいなんで1時間ぐらい時間潰して中目の光明線行ってきます。はい、1日、まあ、こんな感じです。今はもう夜の10時でちょっと食べるの遅くなっちゃったんですけど、結構練習したんでがっつり食べます。このね安いステーキ結構うまいですよ。あんまり牛食べないんですけど、たまに食べたくなって食べてます。キムチとこのねいいご飯、いい米ってやっぱ違うっすよ。いい米食べてます。こういう感じで今日もいい練習できたんで、まあ良かったなっていう感じ、まあ明日も頑張ろうっていう感じで、やっぱ一日こうやってしっかりやることやれると気持ちいいっすよね。やっぱ朝が大事っすね。朝もう夜はそんなに頑張ってないです僕も。なんかもうダラダラしたりとかしてるんで、普通に朝はちょっとこれからも頑張っていきたいと思います。では、はい、もうこれちょっと次の日の朝なんですけど、まあ、昨日の夜はご飯食べてからちょっと休憩してお風呂入って、瞑想して5分だけ瞑想して、まあ、マッサージとかガンとかして、まあそんな感じで、でまた今日ね、今日もう朝で、もう朝の9時で、まあ、昨日も7時間ぐらい寝て起きて、でまた今日も練習頑張ります。まあこんな感じですね。本当にもう練習メインですね。まあなりたいですか、充実か、こういう感じの生活です。では。